先輩方、私だ。まだ暑いようだな。秋に突入したわけなんだが、まだまだ暑い。よって熱中症には気をつけていく、気をつけておくんだ。いいな。そして秋になったからといってかっこつけて秋物というのを先取りせずに、気温に合った服装というのを心がけてくれ。いいな。じゃないとまだ暑いからな。いいな。そして近々ある事件が起きてしまうが、これは動揺することなく過ごしてほしいと考えている。まあいずれわかる時が来るであろう。いいな。今日は質疑応答、答えていこうかなということで、では早速最初の質問から答えていこうかな。では最初の質問はこれだ。なるほど。これは非常に重要な質問のようだな。何やら9月30日に超巨大災害が日本に起こるようなことを言っているようだな。何かそういった予感がしたのだろうか。ちょっと情報元というのがわからないんだが、おそらくこの者がそういった予感がしたのかな。消費税の変更とともに日本中で大混乱が起こるようなことを書いているようだが、まあこれを見た先輩方もマジかよと、そんなことが起きるのかよみたいな感じで不安になっていることであろう。了解した。私がはっきりこういったことが起きるかどうかというのも、私がはっきり言うようではないか。いいか先輩方、よく聞くんだ。2019年の9月30日に超巨大災害が日本で起きてしまい、そして消費税変更の絡みもあり、日本中で大混乱が起きるかどうかというのを私がはっきり言うとするのであれば、そういった大事件は起ない、起きない。よって安心して普段の生活を行ってくれ。いいな。まあいい、次の質問へ行こうではないか。次の質問はこれだ。ん？これは台湾の先輩方だな。うん、いいであろう。まあ要約すると、まあ分かりやすく言えば、2062年ではこの香港と台湾はまだ存在しているのかどうか、そして香港と台湾は独立した国になっているのかどうか、そして他の国に支配されているのかどうかということを、まあ知りたいようだから、私が
この際はっきりと答えるとしよう。ええか、先輩方よく聞くんだ。まず香港なんだが、これはインド政府の管理下に置かれている特殊なエリアになっているということだ。あまり詳しいことは言えないんだが、非常に特殊なエリアになっているということだ。さまざまな要人が密集している特別なエリアになっているということだな。そして台湾はどうなっているのか。なんだが、もちろん中国は存在していないがためにどうなっているのかというのを知りたいようだが、日本に吸収され、そしてなんと表現すればいいかな、私は過去にも言ったんだが、台湾州になっているということだ。まあ分かりやすく言ってしまえば、独立国家のような存在だな。日本ではあるんだが、かなりこの香港と同様、台湾も非常に特別なエリアとして存在しているのは言うまでもないということだ。よってまあそこまで悲観することはないということで、安心して構わないということだな。まあいい、次の質問へ行こうではないか。次はこれだ。なるほど、私が放った波動をこれをダイレクトに受けてしまい、そして少しばかり覚醒しているようだな。要するに将来このものが将来主要国家になっているインドと深いつながりを持つという高次元からのまあサインを少しばかり受け取ってしまっているようだな。もちろん今現在は覚醒していることに気づいていないということで、不思議に、全てが不思議に思うかもわからないが、未来で気づくことになるであろう。なるほど、このことだったのか。このこととつながっていたのかと気づくことになるということだ。いいな、次の質問は英語ではないか。次はこれだ。なるほど、高次元からのサイン、それを具体的に知りたいということだが、これは千差万別、人によって全く違うということで、こうすればこうする、こう気づくというマニュアル的なものというのは存在しない、一切存在しないということ。だからもはや自分自身で読み解くしかないということだ。もしかすると高次元のものが必死にサインを送り、気づいてくれと訴えかけている、それに気づかないということはかなり致命傷だということだ。いち早く気づき回避するだとか、なんだこれサインなのかと気づき、あっちの選択肢を選ぶだとか、常に最新の注意を払い、高次元からのサインを読み取ってくれ。いいな。そしてそのサインの種類というのは無限に存在するということ。影もそう、風もそう、日当たり具合でもそう、文字の揺らぎ、
少しの物音、ありとあらゆるサインが高次元から送られてくる。もちろん全て意味があるサインだということで、常に警戒しておくんだ。いいな。今日はこの辺で終わるとしよう。以上だ。